レインジャー7号は NASA のレインジャー計画で製作され、打ち上げられた月探査機。レインジャー計画は月面への衝突前に月面の近接写真を撮る計画であったが、7号は撮影と転送に成功した初めての機体である。1964年7月28日に打ち上げられ月衝突軌道に乗り、衝突前の数分間に高解像度画像の転送に成功した。 設計は、ブロック3系統の滝と同じであり、6台のビジコンカメラ、2台の広角カメラ、4台の境遇角カメラが積まれており、信頼性を高めるために、電源、制御、通信に関してそれぞれ独立していた。カメラ以外の装置は特に積み込まれていなかった。レインジャー6号以降9号までの機体は、ブロック3と言われる形式になっており、よく似た形式になっている。 7号も6号と同じく推進ユニットの上に六角の台座があり、その上に円筒部分が乗っている。下部には展開式の太陽光パネルと氷得パラボラアンテナがついており、円筒部の先端部が純無指向性の低利得アンテナになっている。コース中間での姿勢制御はヒドラジンを推進剤とするエンジンによって行われる。電源は 銀河ン電池と太陽光発電パネルを元とした。打ち上げに使われたアトラスアジェナは、アトラス 250D とアジェナ B6009 で、打ち上げは予定通りに進み、アジェナとレインジャー7号は宇宙大気軌道に投入された。半時間後、アジェナロケットに2度目の点火が行われ、月線軌道へと投入された。アジェナロケットからの切り離しの後、太陽電池パネルを展開。 姿勢制御システムが作動開始し、通信機が無指向性アンテナから氷得アンテナに切り替えられた。予定されていた中間軌道修正とロケット噴射は翌日29日の10時27分分に開始された。飛行中の唯一の異常は打ち上げ後にケープケネディのダシフ追跡所によるロックが外れて、相互通信を喪失したことである。 レインジャー7号は7月31日に月に到着した。カイチャンネルは衝突18分前に1分間のウォームアップの後に動作を開始した。最初の画像は13時8分45秒 UT に月から 2110km の位置で撮影され、中央右にアルフォンススクレーターが映っていた。その後、月面衝突までの17分間4308枚の 高画質写真が撮影された。最後の画像は月面から 0.5km の距離で撮られたもので 38cm 程度の大きさのものまで判別可能な画像となった。最後には月面に巡航の双極線軌道で向かい入射前近方向で月の赤道からマイナス5.57度の角度で衝突した。軌道面は月の赤道に対して26.84度傾いていた。 レインジャー7号は68.6時間の飛行後、13時25分、48.82UT に雲の海と嵐の対応の間、現在基地の海と呼ばれている、月面座標内10.35統計339.42の場所に、秒速 2.62km のスピードで衝突した。これによって、レインジャー計画で初めてミッション目標である。 月面画像の取得に成功した。ありがとうございます。